夏目漱石のですね、愚美人僧というのを読みたくて、しょうがなかったんですけど、今までずっと他の漱石の有名な作品を読んできて、愚美人僧だけ最後に残ったので、これ読みたいなと思ったんで、でも英語の訳っていうのはないですね、あんまりないです。英語の訳されてる本っていうのはなくて、ちょっとがっかりしました。それで青空文庫に行って愚美人僧を読み始めたんですけども、これは彼が最初に書いた小説らしいですね。でそれが原因かもしれないけど、書き方もですね、やっぱり昔風の書き方になってて、私にとってはとっても読みづらいですね。振り仮名とかそういうのは売ってあるんだけど、とっても読みづらくて、もうイライラして読んできて、それでもなかなか進まなくてですね、青空文庫で、これはもうやっぱりこれはとてもじゃないけど読み切れないなと思って、これ映画ないかしらと思って映画を探したら、1935年に作られた、溝口賢治が監督をした映画があったんです。それを、YouTube でちょっと今見たので、やっぱり漱石はすごいなという感じがしました。その話の筋というのが、その青空文化を読んでいる時にはあんまりピンとこなかったですね。要するに難しい文体で書いてあったせいもあると思うけど、なかなか頭にスッと入ってこなくて、物語がですね、もうちょっと私はこれにはやっぱり読んでいけないなと思ったんですけど、映画はやっぱりとっつきやすいですね。要するに映像と会話とかも非常に分かりやすい会話にありまして、とても面白く話は進んでいきました。この話はですね、やっぱりなんていうかな、漱石のその伝えたいことというのは、やっぱり人間関係のその難しさというか、人間関係と社会の風習と人々のその持ってる日本の古いしきたりとの葛藤みたいな感じですね、その感じで書かれている小説だと思います。そしてやっぱり日本の古い物語のように、その誰かが死んでいくという最後で終わっていくわけですね。これネタバレになるかもしれないけど、そういう話で、なんていうかな、その女の人の気持ちというのも非常に清純な気持ちでいる場合の人と、とてもなんか不純でもないんだけど、その社会のしきたりとか社会のなんていうか、人の目に見る、人から見る目でこういう方向に行った方がいいとか、そういうピアプレッシャーみたいなものに抑えられている社会というのがよく描かれていると思うんです。私はこの映画を見て、溝口賢治の映画としては、あんまり評判がいった映画ではなかったと書いてありますね。彼の その映画 の歴史みたいなのを見てると、彼はいっぱいいい作品を残してるんですけど、その中の一つにはこの愚美人僧っていうのは入ってないですね。でも私はとってもそれが面白かったです。だから面白かった理由として、やっぱり漱石のお話の進め方、それが非常に面白かったですね。やっぱりその、恋愛の葛藤とか、その経済的な、そのよく頭で考えた合理性のある生き方とか、そういうものがずっと入っていって、書いてあるんですけど、それが非常に面白かったです。
で、これ日本の皆さんにこの小説を読めと勧めるのは私はできないですね。例えば本を買って読めというのもいいんでしょうけど、これ日本語で新しい日本語にこの咀嚼した文体で書いてある愚美人草というのがあるのかなと思ったんですけど、ないと思いますね。これやっぱり原文で書いてある本が売ってあると思うんです。青空文庫でもその原文で、振り仮名とかいっぱいついてるんですけど、読めることは読めるんですけど、やっぱり読みづらいですね。私にとってはすごく読みづらかったです。だからこれやっぱりどうなるかな、話としてもやっぱり古い日本のしきたりとかそういうがんじがらめのその立場に置かれた人たちの話ですね。その話を今の人には全然共感が持てられないと思いますね。こんなひどい本の優柔不断な態度とか、あまり自分でやりたいことをパッパッパッと自分のやりたいことをやるという、男の人 の, 態度ですね。それがこうずっとその非難の声が漱石の文体で現れてますね。やっぱり男としてはこういう態度ではいけないという漱石の気持ちもあったんだろうと思うけど、なおかつそれがやっぱりその小説の題材になってるので、人々はそれを好んだんでしょうね、その当時は。だからそういう意味で私はとっても面白かったです。で、映画の批評という映画も非常にいいです。とっても美しいし、役者の方も三宅邦子さんという人が、私を一人だけ知ってる役者の方なんですけど、そのうちだけ分かりましたけど、他の人は誰も私は知らないですね。1935年の映画だから、ずっと昔の映画になりますから、私はあんまりそういう役者の方も俳優の方も知らないですね。でもこういう映画を1935年作ったのかというのもすごくびっくりしますね。びっくりしてるし、日本のその映画の技術というのが娯楽の面からも考えても相当なレベルだったということが私には分かります。だからこの本、この映画ですね、これ多分YouTube でその日本の方が探したらすぐ分かりますから、それも見てください。どういうそういう漱石の話だったかというのもちゃんと優しく説明というか、優しく物語が進んでいくので、映画ではですね、見やすいです。ちょっとその映画のその画質とか、言葉のやりとりじゃなくて、その言葉が聞こえる、映画で聞こえる範囲というのもちょっとこの雑音が入ったりして難しいかもしれないけど、これやっぱり見る価値がありますねと私は思います。じゃあまたね。それから言い忘れたんですけど、この映画はですね、この愚美人草の夏目漱石の愚美人草の全部が描かれているわけではないですね。特に最後のお話ですね、最後のところは、抜けてますね。映画では書かれてません。最後はですね、誰かが死ぬということのところがあって、本ではやっぱりその誰かが死んでいくというくだりはですね、非常に大きいくだりになっていると思います。だからそれはもうすごく大事なことで、小説の作り方とかそういうことに関しても、死というのが最後にあるというのがやっぱり心にズンときますね。でそれでものをもっと深く考えていきたいとか、そういう気持ちにさせると思います。それはちょっと言い忘れたので、ちょっとまた帰ってきて言ってます。愚美人草というのはですね、ポピーですね。ポピーというのはケシですかね、ケシのお花のことですね。これは普通の漱石のその
題の小説につける題としてはもうほとんどの題がそれからとか門とかそういうのが全然あんまり小説の本当の姿とは全然関係ないような題が作られていますけど、グビンソーというのはポピースというのはやっぱり関係ちょっとありますね。というのはやっぱりこの本の中にもその花の描写というのが出てきますね、最後にね、本の中で、でその本で出ているそのケシとかポピーという花というのはですね、バーッと開いて、美しい花ですね、美しい花で、でもなんとなくその深みがないような花かな、ちょっと平べったい花で、花弁がちょっと大きい花であって、中を見てもそのあんまり興味のないような花の形をしてますね、それがポピーだと思います。でそれはやっぱりこの本の中でもある女の人をこう描いたような象徴したような感じの花だと思うんです。それは打測ですけど、これは私の考えですけどね、そういうことでありました。